GM チャンネルスタッフ皆さん、藤原です。私大山でございます。今回もですねロマンシンサガリーユニバースの方でですねやっていこうとは思いますが、まあ今回何をやるのかと言われましたら、はい、もちろんまあそれはもう2人とも待っていた、ハロウィンガチャでございます。まあ可愛いですよね。絶対に引かないといけない、僕もね、まあ、ハロウィン引かないって前言った気もするんですけど、ね、なんかS の妖精が出ちゃったっていう。S の妖精ちゃんが今本当に技がなさすぎて、使えないと。まあ強いんですけどなかなか結局番がない出てこないみたいな感じだったので、まあ、ちょっとこれ S 狙いたいなっていうのと、まあ僕らがなんかロマンシングフェスが第2弾第3弾あったのになんで引かなかったのかっていうのを一応お話ししとこうかなと。スキップしちゃいましたもんね動画を。女皇帝ガチャの後全くこいつは更新しねえなと思ったんですけども、実は僕たちですね、あのあと、まあ、どうしてもやっぱり僕はミカエルが出ないと。ああ、はいはい、でしたね。でミカエルが欲しすぎて回し続けたんですね、で結果一応僕手に入れたんですよミカエルは。ただミカエルを手に入れたのがですね僕120連目ぐらいでしたね。もうあと30連でこいつ手に入んじゃねってなってもうやるまでやりきっちまおうかと思って僕もう本当に集まってた石結局全部使ってしまいまして、最終工程女に交換した結果石がゼロになるっていうことですね。はい、なので僕はちょっとガチャを第2弾第3弾かちょっと我慢してたというような形になります。大山は私もそうですね全く同じでございますはい、私も天井まで回しました。結果そうですね石がないということで、まあ、僕らは、第2弾第3弾をスルーしまして、今回の、ハロウィンの方にですねまあ僕も妖精が出るまでは40連まで頑張る。あ、なるほど。まあでもまあ狙いとしては S なんでまあ比較的出やすいんじゃないですかね。まあヴァンパイアリリーが和田マシンっぽいので、まあちょっと出たらそれはそれで嬉しいかなっていう感じで。で、今回ですね、なぜ僕が先かというと、ちょっと2連続ぐらいですね大家さんが後に引いて先に引いてちょっと爆笑されているので、そうですね、僕が先に引けということで、コメントでもございましたからね。そうですね、ちょっとじゃあなので今回はちょっと僕の方が先にマックス40連ちょっとお願いします生かしていただこうと思います。これ S だとあれなんですよね30連でも交換できないんですよね、A だと30連分のコインで交換できるんでなんとかまあまあまあ石はまだ増えるでしょう。まあ今回イベントも来てますしね。そうですね。じゃあ参りますと。走る、逆に走らない方が良かったという説もあるが、あっ蹴れた。おい嘘でしょ。よし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 。私はもう何が何でもヴァンパイアレディーちゃんが欲しいんですからこれ絶対引かないでください。こんな僕でもバーニーでもいいです。イベントもちゃんと回収したので。いやちょっとああ順番変わらんかったよかったマジかよ。3分で終わらせるわやっべえこれ順番とかじゃないぞあー来た。うわ終わった。何やこれあやべえ終わった。マジかよ何この人不愉快に思われた方はぜひバットボタンをやばいよ。でももう一人最後にいてるんでしょ。まあでも S ですよね。ああそうかそうかまあアンリ。じゃあもう撤退。そうですね。技マシンと妖精が両方出たので。そうですね。まあ僕はこれで。じゃあ私がこの後40連でビシッと出しますので、よろしくお願いします。私が、今回は皇后ということで絶対に出す予定なんですけども、ちょっとねヴァンパイアリリーちゃんに関してはちょっと私状況が変わりまして、はい、私前まで最強キャラがロックブーケちゃんだったじゃないですか、はい、いつの間にかヴァンパイアリリーの方が強くなっちゃって HP ですか、なんだ、いや HP はブーケちゃんの方が強いんですよ。 HP こっち924でブーケちゃん940なんですよ。なんか他のステータスがどんどん上がっちゃって、なんだこっちの方がなんか強くなっちゃった。確かに、なんで絶対に引かないと。というわけで、あとバーニーちゃんがですね女の子ということなんで可愛いですよね。今回分かったと、いうことなので、この2体を私は SS 狙いでございますので、はい、ちょっと若干ハードルが高い感じがしますが、それでも出さざるを得ないと。レディちゃんの方が欲しい、どちらかといえばそうですね。あ、走らないということで、逆にでもシンプルだと、お、これ蹴らなければ、あおしまいだ。なんか蹴らないとなんかフェスゲンとか確定っていう噂がありますよね。僕もでも確かになんかそういう何も出なかった時の方がフェスゲン出てるイメージが。あ、です。はい。ちょっとおかしいな。まあでも藤原は一発で出たんで、私も出ないってさすがにおかしくなってきますからね。そうですね。まあ、10、1、2、あ、2じゃん。そう。4、5。イリアムちゃん、お召し物が違うんだな。まだお召し物が違うんだな。そうですね。僕もマジで、大家さんには毎回出てほしいと本当に思ってます。あ、本当思ってます？思ってますよ、本当に。ちょっと本当に出ないんで、私どうしてか。あ、いいぞ。いいよ。これで蹴らなかったら、蹴らないで。あ、ミリアムちゃんいいですね。 SS のミリアムちゃん、星谷が私ずっとこの子育ててるんですよね。頼むぞ頼むぞ、妖精ちゃん、ヴァンパイアレディちゃん、とにかくヴァンパイアレディちゃん、腕力補正、バンバンまあいいでしょう、もう一回やりますから。僕本当にここで言うことじゃないんですけど、大山ってマジで画面外の方が出るんだよなっていう。本当に画面収録自宅でやってきていいですかそう、なんかこれおかしいぞ、マジスタジオ対象悪いですよね。スタジオに愛されてないですね。いやでも大丈夫、単発もある単発でいきましょう。単発で引けば出る。私ね、割ともう単発信者なんですよね。そうですよね。もう単発で出すんではい、どんどんいきますか。あと4回できますから、まだ全然当たる。はい、これで蹴らなかったらもう完璧、もう確定、ヴァンパイアレディーちゃん、はい、蹴れません。はい、来ました。大丈夫ですか、これフェスゲン確定ですか。いや、S 確定しないんで。あ、なるほど、はい、じゃあおしまいですいや、これ出ないとさすがにちょっとやってらんないですよ。やばいですね、ヴァンパイア。まあでも S 以上は妖精、まあと言われても私 SS 持ってないんで。そうですね。そうでした。そうなんです。さすがにちょっとやばいな。いやマジで SS 一体は出てほしい。一体も出ないなんておかしいんですよ、これ本当に。絶対におかしいんですから。一体はマジで出てほしい。これラストですね。あ、いや違うな。とにかくギュインと、どうしよう。いやまだわかんないですね。お願い、あと1回あるはず。嘘、確かもう一回あるんですか。あるじゃないですか。ということは忘れられてたこの最後の石で、じゃあピシッと引かせていただきますから、終わりよければ全てゴン。あ、やばいぞ、頼むこんなにも出ないか、僕の端末本当におかしくないか本当に。どうしましょう50個しかないもんだって。そうっすね。まあイベント来たんで、ちょっとイベントがまた、これいつまでしたっけ。まだ長いんですか。またストーリー1ヶ月に1回だから来るんじゃないですか。これいつまでですか。10月の15日。半月しかない。次回の動画ではバーニーちゃんとバンペアリリーちゃんがきっとどちらかいてると思いますので、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、本当にさよなら。